皆さんこんにちは、追っかけ情報局局員のジャムジャムです。私は先ほどじゃじゃーん、こちらの劇場版仮面ライダーリバイスバトルファミリアを見てまいりました。はい、本当に今見てきた直後なので、まだ駐車場にいてます。はい、なのでちょっと外の音とかも入ってるかもしれないんですけど、ご容赦ください。はい、ということで、こちらの今回劇場版仮面ライダーリバイスに JO1 の豆ちゃんこと豆原一成くんがゲスト出演されるということで見てまいりました。本日公開初日でございます。もうすごくかっこよかったです。そして泣きました。はい、なんか本当に泣いてしまいました。豆ちゃんの変身シーンすごく良かったです。私こちら東映特撮ファンクラブ TTFC ですね、そちらの方にちょっとただいま加入しておりまして、このリバイスも1話から履修していました。はい、で今日の22日0時にも豆ちゃん主演のスピンオフドラマの方も配信されてましたので、それを見てからこちら映画見てきました。もう本当に良かったです。豆ちゃんの変身シーンも良かったですし、演技もすごくかっこよかったです。はい、でこのちょっとこのパンフレットに豆ちゃんのインタビューも掲載されてるんですけど、それを読んでからの変身シーンがちょっとまたもうすごくグッてくるものがありました。すごいこれぞ JO1 豆原一成だって思いました。はい、もう本当にかっこよくて、で、あとこのちょっとこの1話から見てて、リバイスハマっちゃいました。このバイス役、このバイス役がすごく可愛いんですね。今私のお気に入りです。はい、新しい推しができました。はい、もうめっちゃ楽しかったです。このもう五十嵐ファミリー、この主人公の五十嵐ファミリーもすごくかっこよくて、すごくなんかすごいもちろんこちら戦闘ものでございますので、すごい戦うシーンが多いんですけど、なんかすごいもう劇場版の大きい映像で見てると、なんかすごい爆薬最高みたいな感じで、なんか砂ぼこり最高みたいな感じで、なんかすごくテンションも上がりました。もうあとはもうやっぱりなんて言ったって、もう本当に豆ちゃんの演技がすごくジャムだから思うので、ひいき目にちょっと見ちゃうところもあるんですけど、すごく豆ちゃん輝いてました。もうなんか本当にすごく親戚のちょっとおばちゃんのように、もうすごい豆ちゃん出るたびにうるうる来て、もう変身するとき泣けるし、もう最後の方もちょっと本当に泣いてました。全然本当豆ちゃんからしたら知らん全然他人の人間なんですけど、なんか本当にすごく良かったです。はい、なんかちょっと思い出してまた泣きそうになってきちゃいました。でこちらの方の映画の主題歌劇中歌ダイスさんとフィーチャリングこのバイス役の木村昇さんが歌われている歌もすごくかっこいいです。もう世界観ぴったしでございました。もう本当に今日は見に行ってよかったです。私一人で見に行ってきたんですけど、全然女性の方お一人様であったりとか、大人の方お一人様で見に来られている方も多くて、むしろちょっと夕方の回を見に行ってきたので、お子様があまりいらっしゃらない回で見てまいりました。はい、ちょっと最初はドキドキしたんですけど、すごくゆっくり見れました。はい、なんかもう本当すごい豆ちゃんを堪能できたなって思っております。はい、あと本当にこの仮面ライダーリバイスめちゃめちゃ面白いです。はい、ちょっともうハマっちゃってます。はい、もうすごく楽しかったです。もう本当に豆ちゃん仮面ライダー出演おめでとうございますということで、すっかり仮面ライダーにハマってしまったジャムジャムから以上ご報告でございました。ありがとうございます。